お疲れちゃんスラッです。今日はですね、こちら枯渇デッキのフェニモンバージョンやっていきます。ここ最近ずっと流行ってたなんかマイティ枯渇とかの、まあ、あの縦枠ってナイトとかマイティとかの枠が文句で、なんだどっから来たこいつは、LSP かな、 LSP とかのスピリット系がフェニックスになったよっていう枯渇ですね。はい、もうほんと普通の枯渇にモンフェニがいるだけかなというわけでやっていきます。もうすぐ展開なのでちょっと行きたいですね。明日、今日明日ぐらいで行けそうですね。はい、でこの展開到達すると限定スタンプがもらえるので、よいしょ、しっかりちょっとねスタンプだけは取りに行っとかないと、あいつあのスタンプ持ってねえぞってちょっとねマウント取られちゃうんでね、あの皆さんもぜひスタンプしっかり目指して展開にね、はい、行きましょう。でも期間が短いんで、あとは3日4日ぐらいしかないんで、今期はめっちゃ短いですね。はい、途中からなんでね。というわけでさあやっていきましょう。ではまあ枯渇、これフェニックスが入ってめちゃくちゃいい点が1個あって、もうラーバに対して戦えるんですよね。そう、この、まあ、枯渇デッキっていうのは基本的にまあインフェだとまた話が変わるんですけど、まあ、それ以外だとやっぱねラバヤナーメがめっちゃきつい。もうラバヤナーメ打たれるだけで、いやマジでフキアしかおらんしみたいな、フキアも飛んでって相手のホバもスケドラも無理みたいなのが、まあ、よくある話なんですけども、今回フェニックスがいるんで、そうフェニックス逆に強すぎてラバが余裕っていう話ですよね。おーやばい、ラバが余裕っていう話がどっかに行っちゃいそう。さあ一発殴られちゃったんですけど、逆に今ので一発だけで済んだと思えばさあ許されますね。まさかのペッカライトニング、あちゃくい、あこれでもあちゃくい消えてくんねえかな、おら反射、しかもおーあ惜しい、今のフェニックスの攻撃ね避けなきゃいけないから消えたらが消えたで文句で散るっていう。さあ怒ってます、血迷ってます。まあペッカー着衣ライトニングのダクプリすごいね、ヤナーメなんか重いっすね、重いし元気だしみたいな、いかっちいやつ来たな。さあ うわやばい、なんか全部が進化してるっすね、1段階なんか全部1段階重いな。さあま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 あ、あー回収されちゃう、これどうやって受けよう悩むの。まあさすがに消えそうなんだ着衣、いや消えない。まあ一旦バレル攻めとくか、まあ、フェニックス攻めでも強いし防衛でも勝手に頑張ってくれると思うんで、うん、よいしょ。さあ、まあ、フェニックスとフキアが一緒に行かれないように、いや強っ、で相手勝手にヤナーメ使ってるでしょみたいな高回転フキアも強え、高回転フェニックスも強え、高回転なんだバレルも強えっていう、ちょっと待って最強コースできた、あロケットあるよ、そういえばでここで文句来たらやばい、さすがにないか、今のであっちゃくいでねしれーっとロケット誘って、あ文句こんにちは反射ですとかされたらもうねえ、びっくりしちゃった今マジで無言になっちゃった、あ終わった、いや危な、バルーンあるんかいマジで意味わからんすぎるやろ、いや危なすぎたなマジで。でも今のもまああの状況だったら無理だったっすけど、吹き矢出してねやべえ矢の雨打たれたら終わるってなるじゃないですか、だからあの吹き矢の前に文句出して矢の雨反射させて絶対吹き矢が残る盤面とか作れると、その唯一負けるパターンも防げるのかなみたいなので、文句を温存するパターンも見えるっすね。もうゴブリンさあ4体になったね。さあ文句ゲーを、あーん君もまあ一応固まってもいいけど、ここで固まるメリットそんなねえな、いやファイボ飛んでくるんなら固まっときゃよかったさあ、モンクファイボっすね。一旦飛ばすか。飛ばして、
綺麗なウッドで全部いかれたっすね。さあ、モンク5ウッドかわかんないっすね、今んとこ。ほい。フェニ。モンク5ウッドあったらフェニは出てくるよな、それ。何なんだろう、マジ。おお、おお、そういう感じね。ロイジェイっすね。一発もやめろ。おお、強っ。これ強いぞ。早めにフェニックス。いや、あの位置は起き上がれないな。さあ、高回転5とか、まあ、ちょっと嫌ですけど、まあ、お互いダメージが通んないですね、こんな感じで。なので俺の文句で相手のファイボとウッドを反射させて勝ちますぐらいしか思いつかないよな。まあ、なんなら反射されて負けるパターンもあるな、俺がロケット打って気をつけなきゃ。さあ、まあとりあえず吹きやフェニックスあれば火力結構高いんで守れそう。あ、マジこれマジでやべえな。吹きや弱いか、さては。こういう試合になっちゃうとね、あれで吹き合いかれるならマジで出し損っすよね、本当に。いやー、しかもゴブリンエイムよ。まあ出し損とか言ってさすがに出すんですけど、ね、さあ固まって、これハンターの攻撃もね跳ね返るんでねって言ってたっす、誰かが。いや、一発でかい。さあ、問題はダメージ的にまだ負けてるので、いや、むずいな。てか今回なんてトリトンがいないわけはねえな。いるよな、絶対。お、ちょっと相手が甘えてそう。苦しそう。よいしょ。いや、卵が、いや、これマジである。卵パッカーン来い、パッカーン。いや、しかもこれタワーとマジ密着してっかんな、強すぎ。はい、あー、君かい。まあこれ、おウッド使ってくれるの美味しくね。いや、うんこタイム。さあ、相手がもう焦ってるっすね。プレイが必死に攻めて攻めて攻めてきてますけど、それはもう俺のターンみたいなとこあるので。さあ、端前フェニックスチンパン。あー、卵が全部いかれた。緊急用に大砲置いとくと全て守れるっていう。よいしょ。あれ、え、全て守れるはずなんですけど、ちょっと焦るっすね。これトリトンも反射できるんですよね。間に合い、あー、間に合うか。いやー、なんかすげえ角度の反射になってる、かっこよ。これ8枚文句して無理やりダメージ稼げるっすね、さては。うわ、スローだな。あー、ファイボが惜しい。さあ、8枚文句で無理やりダメージを稼ぐ。これさてやばい。お、ウッドが跳ね返ってったな。やばい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 、痛い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 。文句がマジで悪さしてるな。さあ、でもさすがに時間で削って勝てそう。 OK、 危ない危ない危ない。いや、マジ文句強いんすよね。なんか強すぎなんだけど、なんだろうな、これ地味に強いみたいな、ジェネーと強いみたいな、なんかぬるーっとダメージ稼がれてみたいな、ちょっと怖いっすね。キアとかも全部いかれちゃう。なんか出されるだけちょっとカリカリしちゃうっすね。さあ、なんかすごい宗教に入ってる人だった。いて。さあ、まあ枯渇なのかな。キアそんなでもいないっすね。結局文句に弱いっていう、うん、キ
キャードが今まで本当弱点がなかったウッドでしたけども、ウッド使わせればだよねみたいな感じだったっすけど、初めてこのね天敵現るっていう。さあフェニックス出して当たり前に、おお、そっちにタックルすんじゃねえよ。さあフェニックスこれが限界と壊れです。はい、うん、まあ、あれウッドだけだったら無理か。ギアでちょん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 、かまなげえな。さあ、おおお、待って待って、今最低最悪のゴッツプラン思いついちゃった。ロケット何それ、うちには文句言うんだよ。パッキーン、ズーンいかつ強っお前、マジでガチでやべえやんやばくない今の。言ったら1コスで跳ね返せるんですよ。でこれはもうほんとスケあれば守れると思うんで、この間に攻めてあげて、あれ、あれ変なとこにスケ出したから、いていていて、うわやべえなこれ。スパーキースパーキー多分アプデ後初めて当たったかもしんないっすわそういえばね、当たりました新環境で。皆さんスパーキー、うん、ごめん、一応ロケットもあるわっていうの教えとく、書いてる反射もロケットもあるんだけどっていう。いやこれやばいよねスパーキー、マジで多分アップデート初だな。こんなん誰も使わねえよな。ちょっとキョウキョウさんに使ってもらわなきゃ。スパーキー鬼の、いやマジでやばいよね。さあしかも硬い最強の盾、わあこれが 100-0 相性ってやつか。あ、文句もう一回溜まれ。あーちょっとライフがこの子か弱いんですよね。まあせっかくなら文句のカウンターで行ってもらえる方が幸せっすよね。ズドン気持ちよすぎるだろこれ。うちなんかロケット反射もマジで気持ちいいんですけど、なんかスパーキー反射もそれと同じレベルの気持ちよさを感じるね。いやしかもこれここでもう終わったっすね。相手重すぎて、一体一体重すぎてもうついてこれないっすね、こんな高回転なフェニモンには。さあなぜスパーキーを出した神々の絵の挑戦。お、でかこれ、文句あげれんのかね。さあというわけでラストっすね。ここ行けば展開と、多分このコカツめっちゃ強えな。まあ弱点は文句ぐらいかな。吹き矢を出すか出さないかとかタイミングとかいろいろありそうだけど、まあ防げないっすよね結局。行かれるだけにゃーん、エリゴレ。さあエリゴレくん来たっすね。まあロケットと、ロケットとなんかあれば守れそうだけど、なんか来るでしょこんな、知らんけど。さあ一応固まっとくか、よいしょ。さあエリゴレとかもこのデッキだったら多分めちゃくちゃ相性がいいんじゃない。卵だけ割って、しかも相手今ザップ使ったんですよ。なんでもお仕置きだわ。さあいってらっしゃい。前も後ろも頑張って、しかもこの、あドラゴン一回死んだか。おい、はしまやフェニックス、でも諦めたぐらいあるっすね。あれ一回死んでなかったっけ。マジ無限ループじゃん。これだってタギがまた右のドラゴン行くから左のドラゴンで、あ終わったっすね。諦めの、しかも早っ、マジ時短だな。勝手に時短してくれるやんフェニックス強すぎ。いやいいな、この枯渇結構強いぞ。だってラバ引いたら普通に終わりだったしね、ゴリ押しもちょっと怖かったみたいなところを文句で耐えれるし、跳ね返せるし、フェニックスで空には安心安全。ロケットミラーにしても強そうだなこれ。え、ロケットミラー熱くね。
フェニフェニで空も守れる、バレルも強い、ウッドウッドでマザニクもマジアチャも処理できる。もうさてはロケットがいらないまである。これロケット打ったらさ、マジ跳ね返されるかな。一旦ウッドってみる、跳ね返すね。さあロケもなんか打てないっすね、たやすく。しかもまだフェニモンだと相手の敵わかんないですもんね。あー、エリコレやん。わかりました。一旦あのトイレ休憩。いや強いってライドラ。おー、いやー、天才スケルトンできるかな。あー、今ライドラ攻撃したらワンチャンキンキできたな。もうミリ残っといてくれたら。やべえ、これロケ使った俺。あ、エディポンにロケット使わして、そういうやつか。えぐ、ちょっと待って、結構強いじゃんその戦術。まあまあまあ、いやー、いいよこれさ、跳ね返せるもんね、なんでも。いやー、それだけは跳ね返せん。いやでもタギがマジでずっと文句だから。ゴブリンバレルバグ、あ、やーべえなこれ。さてめちゃんこ強いんじゃね。やべえ、でも相手のなんかデッキワンチャン俺を負けさせることができるよな。あのリポンにロケット打ったらさすがにおバカちゃんだと思うので、一旦我慢して守ろう。まあ、ロケ防衛っすねこんなん。うわー、ちょっとできるやつじゃん。いや、マザニク処理できるのって熱っ。うわ、耐えれねえか。いやー、耐えれちゃうんだなーこれが。よしよしよし。いや、ちょっと焦ったっすね。まあ、ちょっと記念にロケット打ってこい。よし。さあ、まだ、あ、こういうのは大砲が強い。あとフェニックスも強いね。これフェニックスじゃなくて、なんだろう、それこそ LSP とかヤリゴブとかだと多分突破されてたんじゃないかなっていう、ご利用されてね。さあ、いいね。さあ、まあ銀弾なので負けたくはない。負けるなら金の時に負けときたいっすね。さあ、よろしく。マジ今のところ弱点がわからんで、このデッキ。まあ同系統とかかな。マジめちゃくちゃ強くない？弱点の空に勝てるようになって、文句でスーパー大逆転もある。相手も同じです、文句でスーパー大逆転されます。さあ、チクチク吹き矢許容はなかなかの男っすけどね。うん、好き、待ち、文句。たまたまロケット飛んでこねえかな。エレジャイ、わおわおわお。エレジャイか。なんかエレジャイもちらほらいるっすよね。まあでも枯渇はもともとエレジャイに相性いいので。これさ、文句固まったらどうなんだろう。まあなんとも言えんかったです。いやー、大砲強っ。さあ、矢の飴がまさかの入ってます。いや、これ同祭行きたくないっすね。あと矢の飴でトルネ、さすがにあると思うんすよね。トルネ、トルネない、エレジャイは。あー、エリポンか。いや、エリポン、矢の飴、エレジャイ、トルネワンチャンねえかな。いや、どうだろう。まあ、マザネクフェニックスっていう結構安っすね。マザネクはでも文句のカウンターでしばきたい。まあ、ライトもあんのかな。エリポンあったらライトなさそうっすけど、まあ、一旦モンクフェニックス大砲で隅っこ吹きやっすね。もうこれ徹底しとけば。
結構安心安全な気はするが。いやあっちに穴目を使わしてからの、いやいいっすねこの吹きは。怪しいことしてるぞ。お、やべ、これエリジャーで綺麗に回収される。いや、エリジャーをしばく、君たちでエリジャーをしばくんだ。いやマジでしばけとる。取れなったっすね、そういえば。うん、うんうんうん、さあいいよ。結局は防衛が強い。まあさすがに撃つか。ライトニング、これそしたらないかもっすね。相手のカード8枚なんか覚えれねえかな。さあドヤン攻めが来てる。エレジャイ、フェニックス、マザネック、エリポン、スケ、トルネア。お、熱い。マザネック声で処理できたら。いやん、ミリ残んないよ。いやマジなんか無限にこれあの攻めとけばもうあと大砲で回収するだけっていう、気づいちゃったっすねこれ。負け筋を知りたいみたいな。まあエリポンか、ロッキー削りしたいけどエリポンがちょっとめんどくさい。いやこれが強いっすねマジ。これだってまさに結構ミリにできる。しかも HP が無限に残ってる、うん、強っ。ノックバック一人。ノックバック絶対いらないっすよねこれ。3回目の攻撃の誰がどう見てもいらないっすよ。いやでかこの文句。全然カウンターせんけど。あれちょっと待って、いやーフェニックスお前ナイスナイス、蘇ってくれた。危ねえ、なんか若干負けそうになってくる。さあフェニックスのおかげで。危ねえマジで、一瞬ヒヤヒヤしちゃったっすね。いやフェニックス自陣でやられたらね、やっぱ呪文とか打たれない限りは復活してくれるんで、それがでかいっすよね。ほぼ確で復活してくれる。相手にコスト使わせられる。さあナイス。さあ、さあルーベン、ディレイミュージック、ルーベン。まあ全然違うルーベンだと思うんですけど。さあゴースト、いやマジフェニモン出てからテンプレと出会いませんね。学校上なのか君は。そんな中で久々に見れるぞテンプレデッキ。マジで一回も会ってないぐらい遭遇してないですね。あーやばい、なんかしゃしゃった俺。いや時間稼いでくれるの熱いな。やべえこの位置じゃできん。まあいいや、残ってくれてゴーストもそのまま回収してくれた方がいいか。あーでかい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 。U の追加はやめてほしいお兄さん。うん、さあメガナイト、メガナイトなんちゃら、うん、さあアチャクイとかにも文句強いですからね。熱いよね。反応がゴリゴリの、久々のテンプレ来たっすね。メガラムだ、まさかの。さあちょっと陸行きが怖いぐらいか。まあまあまあ、でも相手はバレルの対応ちょっときついと思うので、まだ低め吹きやか。
フェニックス文句ゲーしたいな。フェニモンの形作れば結構強いんですけどね。いや強っ。いやーそれはいいユーノとかだな。もしか、いやもう全然ありますからね、こっから。いやあえて逆いったら、なんで君も逆。いやタルババなの渋。うん、さあでも次のライトでも耐えれるんで。いけいけいけ、お前ら暴れとこい好きなだけ。うい、さあ甘えましたね相手。ライト削りに入ったので、しっかりユニット固めてぶっぱの一撃。いや強っ。さあコカスですが、一撃性も高いよと。マジモンクフェニックス吹き矢組んでしまえば、相手タルとかでね、あそこも対応とか、まあ、なかったけどしてもね、モンクで反射できるんでね。さあマジ組むだけめっちゃ強かったです。皆さんもぜひこれね使ってみてください。まあグラチュアルとかだと持ってなくてもできると思うんで、はい、ぜひお試しください。よければちゃんと動画もお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。